メディアの親友、セッカにインタビューをしてみた。どうって、専属心とか従属心とか含めても一番頭のネジが飛んでるんじゃないかしら。私が引くレベルで男嫌いだし、正直男と二人きりにさせたら味方でも容赦なく殺すくらいはするわよ。冗談じゃなく。ドン引きするくらいの人体実験とか、尋問拷問虐殺破滅、何でもするわよ。メリアちゃんはパトに絶対的忠誠があるし、専属心の私たちや私の家族にはすごく優しく接してくれるけど、それ以外だとねー。私たちの価値観の話でしょ。それが本当に悪なのかどうかなんてわからないわよ。ほら、服着せ、仕事サボって全裸で何してんのよ。夜の作法について、考えて。正直いろんな星々や国を巡ったからわかるけど、悪なんてそこの文化や価値観で全然異なるわよ。帝国で言えばメリアちゃんは必要悪、その上で間違いなく帝国やその領域の平和と発展に貢献してる。要は天才には天才の世界があるのよ。知らないけど。私も旦那様を喜ばせるという使命が、あんたはただの露出狂よ。逆にメリアに対して苦手意識を持っている人に聞いてみた。暴落無尽、無慈悲、パト君がいなかったら間違いなく悪の名で広がってたと思います。おそらくどの星、どの国のルールから見ても悪そのものです。弱者救済は神としての役割だからとやっていますが、その代わり、弱者を容赦なく利用する残忍性も持っていますし、メルリア様の国を筆頭に各国と星を今でも容赦なく侵略してるわけですし、そこに対して帝国に対抗してこようものなら非人道的行為を平気で行わせてるんですよ。これ以上何がありますか？いろいろ報告書には目を通しましたけど、ひどいですよ。でも神の世界は立場や地位が上の神の行うことは絶対、絶対的盾社会ですからね。立場がないとそれだけで正しいことでも悪になります。してますけど、いつかは止めますよ。それだけの地位と権力はもらっていますからね。パト君とセッカちゃんは甘やかせる分、私がしっかり抑制しないとです。専属心である私には友好的でいてくれますからね。最後にメリアの被害者に聞いてみた。お母様と同じ、兄様や姉様たちなら、よくやっている、と評価するのではないのでしょうか。家族の中で私は一番の落ちこぼれ、メルトリア一族の絶対的帝王学というのは優しさや慈悲は失敗作の楽園を押されますので、そういう意味ではこの帝国はメルトリア一族が喜びそうな国です。あなたの政策は私と似たところがありますので、メルトリア一族から非難されそうですし。女神一世、兄弟の国、特に勢力的に長男と長女の国との差別化、三大国の配下の戦力は間違いなく帝国が一番、ですがトップの実力面では三番目。経済力は一番新しい帝国はまだまだ劣りますし、領土の話になると帝国はまだ小さいです。技術や知識、国民の質という点でも一番とは言い切れないでしょう。つまり、一番ではない分野、をメリアは力を入れます。つまりそれだけ被害も成果も出るわけです。良くも悪くも最短で。何もしないですよ。私はあなたの専属侍女です。それにメリアのやっていることが悪になることって何でしょうか。非難をされることでしょうか。でも国を運営するというのはそういうことですし、業者が定めた常識が住民の常識、メリアが行うことが非道でも正義になるのは間違いないですよ。あなたもまだメリアの思惑を完全に理解できないわけですし、当分はメリアの行動を正義にした方が間違いないですよ。その方が、無難です。と、パト様と私とで情報を集めました。もちろんこの情報がメリア様に伝わることはパト様も知りません。私から言い出したことだけど、聞きたくなかったです。でもまあ、言ってることは正解ですかね。メルリア姉様も私が今後力を入れようとしてる分野はある程度把握していたんですね。根はやっぱりメルトリア一族ですね。ありがとうヒスリッド。この情報はうまく活用してみせるわ。それで私の直属部隊に入る話、考えてくれた。いえ、私はメルリア様の従属です。忠誠はメルリア様のみ、メリア様には申し訳ありませんがその申し、受け取ることはできかねます。忠誠までよこせとは言いません。メルリア姉様に好きなだけ尽くすといいですよ。ですがあなたを帝国の教育者として置いておくにはもったいない人材、宝の持ち腐れなんですよ。だから帝国内部の警察、要は暗部に入ってほしいということです。あなたの、総略支配、珍しい能力です。デバフ最強の神王、その上その他の能力も優秀。飛行遮断、状態異常無効、マインド無効などの付与があるかを持ち、あなた、メルリア姉様からしたら絶対に他者から関与されない程度にしか考えていなかったでしょうけど、
それはスパイに最も特化したカゴです。飛行共鳴をする神も大勢いる中、一切飛行を読ませないのはメリットです。いつの間に調べたの？私はそっちの能力は一切開示していないのに。私は薬人、わかりやすく言えば薬病神、貧乏神と呼ばれるような悪霊の神の頂点。声は悪いけど、平等に役を与えないと幸福という波を与えることはできない。つまり、福の神と呼ばれる神と共存の関係なのだ。誰かが感謝され、敬われるということは、逆に悪態をつかれ、非難する存在が必要になる。それが私。メルリア様は運の特性を熟知していた。だから最大の不幸を呼ぶ私を側近に置いて、メルリア様自身が持つ絶運支配でリスクを最小限にして国の発展に貢献してきた。選択肢はあります。ですが、メルリア姉様は今国営をしていない。その上ご主人の侍女業務と他の専属侍女の教育で手一杯。その間あなたを借りたいと言っているだけです。仕事は今のまま教育をお願いします。否定したら、この話自体が専属信頼、ご主人にも内密、とだけ言っておきますね。脅しだ、否定は私への暗殺、やるがいれば可能。私が反落を犯せばメルリア様や報告の立場もなくなる。平穏が全てメリア様の手の中にある。メリアが今後しでかしそうなこと、その答えは内部情報の網羅、使用用途は可愛らしいものから悪用まで、おそらく使えるもの全てを利用するつもりだ。ちゃんと一人で来たってことはいい答えを聞けるのでしょうかね。はい、受けること前提で一つだけ交渉の余地があるのでしたら。お好きにどうぞ、遠慮しないでください。メルリア様にとって不利益になることだけは、関与しないでもらえないでしょうか。別に不利益を私欲に使おうなんて考えてないのですけどね。そもそもその不利益を見ると私もすごく心苦しいので極力見たくないですし。いいですよ。ですが、不利益を利用しない、メルリア姉様に限らず専属神、直属の従属神、専属侍女、ご主人もです。そもそもあなたにそんな神父の情報を求めていません。あなたは仲介人、私の目となり耳となり帝国の表の情報を仕入れてほしい。それならヒスリットも罪悪感はないでしょう。もちろん、必要な場合は特定の人物の情報を集めてもらいますけどね。わかりました。では私、ヒスリット、ホリーゲア、メリア様の直属部隊。あ、名前ですね。せっかくですし、暗部で隠密であっても正義であるような名称がいいですね。黎明の日差し、ってどうでしょう。黎明の日差し、に加わることを誓います。ありがとうございます。今日はもう帰って大丈夫です。用件があればお呼びしますので何事もなく日常をお過ごしください。それでは。バカな子。研究は順調。順調。その定義は曖昧だね。私はあなたに言われた成果は全て提示してきた。もちろん今も問題ない。だが在人をかくまうにしては待遇が良すぎるのではないかい。成果を出すならそれ相応の対応をしますよ。だからあなたには、黎明の日差し、ナンバー2、を与えたのです。つい先ほどヒスリットという信号の勧誘に成功しました。賢いので話が早くて助かります。彼女は、ナンバー5、ですかね。表での私の立場を揺るがさないカードです。表に興味ない。どうせ私は表に顔を出すことのない裏の神。表であなたがどうしようが興味がない。花、ピコス、神聖エルフ族の歴史上最も邪悪な汚点、この目が開眼してから世界がうつろにしか見えないのだ。アリシアのコトカちゃんも永遠願書辞書がいないと言ってましたけど、人格を問わなければいくらでもいる。誰も欲しがらないから私が手に入れただけ。コトカちゃんは私の尻尾を掴もうとしてますけど、それは不可能。あなたが思っている以上に私は先にいる。鬼神、亜神、邪神、狂人、そして次は薬人か、邪悪な神しか集めないな、あの女帝は。黎明の日差し、あいつは一体何をしたいのだろうな、興味が尽きない、狂気に満ちた私ですら居心地がいいと感じるんだ、相当にあの女は狂ってる。さてと、誰かの目もあるでしょうし、さっさと私の偽物と変わっておきましょう。今の専属神は自身の手を汚すのを嫌いますからね、やるくらいですかね、度胸があるのは。安心してください。私がご主人やあなたたちの分まで汚れましょう。私の大事な家族であり、居場所ですから。さて、次はどの子を選びますかね。内部、外部、地震、神部、情報、他に触れそうな分野はあっと。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。